キートリヒは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、ダルムシュタット行政管区のラインガータウヌス郡に属す、町村である。この町は、ワイン作りの町である。タウヌス山地南斜面のラインガーウに位置するキートリヒは、エルトビレアムラインから約2トルライン側の岸からは3トルの距離にある。自治体キートリヒは、同盟の地区のみからなる。この町は、南は、 デアバッハ集落の高台のドウ畑にある、マリエン兵和子供村のすぐ裏手から始まり、エルトビレとの境界にあるクロスターミューレを含む。長域はここから、幅1.5から2キロメートルの帯状に北に向かって、伸び、タウヌス山地の主脈を越えて、ハウゼンフォア、デアヘイ和との境界に至る。そこにキートリヒの最高地点、548メートルのドライボルンスケープフェがある。 クロスタミューレソいの最低地点の高度は約105メートルである。町域のほぼ全体がキートリヒャーバッハとその支流であるグリューンバッハ、プファフェンボルン川、ジルグラーベンガーの流域にあたり、タウヌスの南斜面に谷を刻んでいる。ジルグラーベンガーの水源はカーレ・ボルニ山にある。町内には飲料水の泉がとても豊富にあり、このためキートリヒは 町内だけで十分に必要量の飲料水を供給することができるラインガウでは唯一の町であり、隣のエルトビレにも飲料水を供給している。ブドウ畑の上に立つシャルフェンシュタイン城のベルクフリート、キートリヒの中核部は高度165メートルに位置し、その形状はキートリヒア・ーバッハの西側の北東に向いた日当たりの良くない斜面沿い2500メートルにわたって伸びている。 日当たりの良い南斜面や南西斜面は高度約250メートルまではブドウ畑となっている。その北側をキートリヒの共同林の高地が囲んでいる。町外れにはバルトミューレからクロスターミューレまでキートリヒャーバッハ沿いに一連の水車が見られる。また、キートリヒの北側、森とブドウ畑との境界にあたる谷上の尾根にあるシャルフェンシュタイン城市のベルクフリートも見える。 これとは、対照的に、ハウゼンフォア、デアヘイへ向かうタウヌス越えの道の近くにある、ドライボルンスコプフ環状土塁の移行は、森の中にありほとんど識別することができない。これに対して、とても目立つ建物が、キートリヒの北西のハーンバルトに戦後建設された、高さ300メートルの近代的な建物である。キートリヒは、ほぼ完全に、エルトビレアムラインの地域に囲まれている。 北側の短い区間だけがシュランゲンバーとのハウゼンフォア、デアヘイエ地区と境を接している。西側はエルトビレのエアバッハシ区に面しているが、南と東は中核地区と直接境を接している。キートリヒ周辺地域の古い手順はドライボルンスコップ艦上土類が証明している。キートリヒはマインツ大司教の文書に初めて記録されている。 この文書の日付は不明であるが、フリードリヒ大司教に作成された文書である。1160年頃にシャルフェンシュタイン城の建設が始まった。1131年にはすでにキートリヒでのワイン作りが初めて記録されている。ノイハウス城はマインツ聖堂参事会の所有物として、1274年12月25日の資料に、 シャルフェンシュタイン城の近くに新たに建設された城として記述されている。1455年から1470年まで、セドリック・フォン・レーバーという人物がキートリヒの町長,長であったことは確実である。ナッサウ公国時代にキートリヒはアムト・エルトビレに属していた。プロイセン王国によるナッサウ公国併合後、1867年に、 ビースバーデン県のラインガウ軍に属した。1938年4月10日のオーストリア併合に関する国民投票で、比較的多くの反対票が投じられ、危険も多かったことから、ナチ政権時代に、キートリヒは、ナインイコールドルフと呼ばれた。1970年代のヘッセン州の地域再編の際、際キートリヒは、元々の計画に反して、変更がなく、 独立を保持した数少ない自治体の一つである。キートリヒの町役場キートリヒの町議会は19議席からなる。キートリヒは1972年からドイツ社会民主党所属者が町長を務めている。その最初はジークフリート・ジームスが1989年まで務め、ハンスティーデがこれを引き継いだ。彼は1995年5月7日に 初めての直接選挙で再選された。ビンフリーと主体マッハーは2005年11月20日の選挙で77.7%の支持票を獲得して町長調に選出された。この選挙の投票率は62.6%であった。彼は2006年1月1日に正式に町長調に就任した。2011年8月18日の選挙では対立候補がなく、 95.6%の支持票を獲得した。この選挙の投票率は44.6%であった。彼は2017年9月24日に3期目の当選を果たした。シュタインマフハーは対立候補がいたこの選挙で71.1%の支持票を得た。この選挙の投票率は78.7%であった。 ラインガータウンス軍のキ木トリヒ町は、1979年10月29日に、ヘッセン州内務大臣から、紋章の使用を認可された。ズンガラ、左右に分割。向かって、左は銀字に赤い塔。向かって、右は赤字に十字で繋がれた二つの銀の輪が描かれている。聖バレンティーヌス教会のオルガン聖バレンティーヌス教会ミヒャエルス礼拝堂。奥に、 聖バレンティーヌス教会が見える。初期から後期に至るゴシック様式の教会が保存されていることから、キートリヒはゴシックの宝箱とも呼ばれる。カトリックの教区教会である聖バレンティーヌス教会と、それに隣接するミハエルスレ拝ハイが、その代表である。校舎は1444年に、ニコラウス・エゼラーによって建設され、ダブルチャペルとして利用されていた。納骨室と、 バックオフェン派の芸術家、ペーターシュロによる聖母のシャンデリアを持つ、旧サットン帝。現在はワイナリーバイル。この他の見どころは以下のものがある。キートリヒのブドウ畑。山頂にシャルフェンシュタイン城のベルクフリートが見えるキートリヒは、高品質なワインを製造する前提条件を備えている。ブドウ農場のグレーフェンベルク、バスセロス、クロスターベルク、ザントグループ、 トゥルムベルク及びグロースラーゲハイリゲンシュトックはラインガウの最高の産地とされている。キートリヒのワイン製造の伝統は1480年にまで遡る。この頃すでに現在のビンツァーハウスではアーデルスグートランゲンホーフという名称でワイン製造が行われていた。キートリヒの旧町役場で結婚する人は結婚証明書に加え、 シャルフシュタイン城市近くのキートリヒバッセロス地区に1976年に造成され、その後拡張された結婚のブドウ畑にあるブドウの木の所有証明書がもらえる。約2000組がこの風習に良くしてる。カップルは2年ごとにキートリヒリースリングフェストに招待される。そこで結婚のブドウ畑のワインを飲むことができる。独自のラベルが付けられたワインは、 町によって管理されている。この町のワイン製造業者組合は1893年から存在しており、ラインガウで最も古い組合である。聖、バレンティーヌスハウス聖、バレンティーヌスハウスは1884年に創設された精神病院である。この施設は、ナチ時代に患者殺害の実行に関与した。300人から350人の患者がここに、 収容された。1934年から1945年までの間に、この施設では39人の強制不妊手術の申請がなされた。1937年6月から12月に、患者たちは、ハーダマル、ヘルボルン、カルメンホーフへ移送された。第二次世界大戦中、聖、バレンティーヌスハウスには、野戦病院が設けられた。 現在セバレンティーヌスハウスには、教会が運営する、老人福祉施設と、老人精神医学センターが入居している。町内を、ヘッセン自転車道、R3 号線の別ルートである、R3A 号線が通っている。R3 号線は、シュペートレーザーライターの足跡をたどるをモットーに、ライン側、マイン側、近地比側に沿って、古田を通り、レーン山地の端に至る。 エルトビレアムラインまでの最初の工程には、ライン側ウのリースリングルートを経由する別ルート R3、英語線が設けられている。ありがとうございます。